ああ、青吉君は今日も綺麗で美しくて可愛いな。でもこの住んでるところすごいしょぼいよな。もっと上吉君たちみたいに広くて自然っぽい感じの飼育環境にしたいな。どっかに枝とか葉っぱ落ちてないかな。ん？どうみさん、こんにちは。ザキです。さあ、こちらの青吉君、今日も綺麗でしょ。めっちゃ可愛くない？いや、めっちゃね、青くて綺麗だよね。で、あの冒頭のね、クソ茶番にもあったんだけど、ちょっとさ、これ見て。しょぼくない？でさ、上吉くんたちがさ、こんな感じだよ。ほら、だってもう、収まりきらないぐらいのさ、この広々して立体感もあって、なんかさ、自然っぽい感じするじゃん。見てよ、この青吉くんのやつ。もうロープをね、吊り下げただけっていうね。まあ、さすがにこれはね、ひどい。なので今日はね、青吉くんの放し飼いスペースをちゃんとね、作ろうと思います。で、冒頭にもあったようにね、こちら2つ使います。はい、まずはね、こちらね、マイクラスちゃんの動画でも使ったんだけど、モスバインっていう偽物の枝です。こんな感じの。これ結構ね、あのクレちゃんの時使って気に入ったんで、これを今回はね、なんて言うんだろう、主役の枝にしようと思います。一応ね、箱こんな感じで、まあ、爬虫類ショップとかにね、結構売ってるんで、よかったら見てください。そう、こんな感じでね、クレスちゃんついて、長さがね、だいたい130センチぐらいで、まあ、結構ね、でかい。思ったよりね。はい、こんな感じです。で、あとはね、うち恒例のこの偽物の葉っぱね。これうちの近くのホームセンターでいつも買ってるんだけど、まあ、これを巻いていきます。で、作っていくんだけど、今回はね、ちょっと趣向を変えて、まあ、こうやってね、まあ、ロープ吊り下げるのもいいなと思ったんだけど、ちょっと同じじゃつまんないから、このモスバインを、この紐でね、こう吊り下げて、それをお家にしようと思います。ちょっとね、お、ほら、もう早速興味示してる。あれ結構ね、リアルなんでね、カメレオンもこれで落ち着くと思います。おー、ごめん。ちょっと待ってね。そう。だからね、ロープじゃなくて今回はね、これを吊り下げる形にしようと思います。はい、ざっとね、こんな感じでつけました。どう？なんかさ、え、めっちゃよくない？あ、かわいい、ちびきち。めっちゃよくない？一個だけなんかさ、圧倒的な自然感がすごいんだけど、いや、いいじゃん。これいいな。全部これにしたいレベルだね。で、まあね、ちょっと微調整が必要なんで、あの枝とかね、一本一本動かせるの。あそこたくさん入ってるじゃん。あれね、一本一本動かせるから、まあ、いい感じにね、ちょっとしますね。まあ、あとね、一応付け方は普通にね、この紐を、こうやって巻いただけです。まあ、これは別にいらないかな。はい、こんな感じです。じゃーん、どう？結構ね、枝、工夫してね、やってみたんだけど、どうかな？ここからだとちょっとわからないからね、近づいてみると、逆に結構ね、こだわり持って作ったよ。ほら、ちょっとわかんないか。これね、あの上さっきまでいたやつね、青吉くんが。まあなんか取ってもいいけど、せっかくならね、使って立体感出したいじゃん。だからね、あえてね、巻きつけてみた。まあね、普通あんなね、枝は巻きつかないと思うんだけど、まあ、こんな感じでね、ちょっと巻きつけて、上にも移動できるようにしました。こっから見るとわかりやすいな。見て、可愛くない？先端にちょこんってしてるの。可愛いよね。ほら見て。めっちゃ可愛くない？なんかおもちゃみたい。フィギュアがね、先端にいるみたいで可愛いね。で、はい。どうこんな感じ？なんかね、結構立体感出てない？で、上にもね、こうやってつけて、で、ちゃんとね、伸びるところは伸ばしてみたいな感じでね、結構工夫して作ったね。いや、これいいね。これなんかもう一個つけたいな。今はね、まだちっちゃいからね、全然これでも十分なんだけど、大きくなるとね、やっぱり太さが足りなくなるから、そうなるとね、もう一個欲しくなるね。いや、これめっちゃいいわ。やっぱモスバインはね、最高。で、あとね、さっきこれあったじゃん。これもね、使おうと思って、今ね、あの白いのとか作ったじゃん。で、あそこちょっとね、あれだと人工物感出すぎて寂しいじゃん。ちょっとね、違いすぎて。だからさっきの葉っぱをここに巻きつけて、ちょっとね、自然感を出したいと思います。で、ここにもね、ちょっとつけようかな。これだけだとさ、なんか枝がぶら下がってるだけみたいな感じで、ちょっと寂しいじゃん。だからこっちにも巻きつけて、で、上も巻きつけたいなと思います。ね、見て。ちびきちが、ちびきちが乗ってきたんだけど、ちょっと、ちびきちゃんのお家じゃないんだけど、ちびきちゃんちゃんと広いお家あるのに、新しい方に来たがるのかな。かわいいな、こいつ。マジかわいいな、ちびきち。はい、完成しました。どう？めっちゃもっさもさだね。すごいな、これ。いや、でもなんかちょっとさ、あそこ見えてるね。下手くそだけど、まあ、とりあえずこれでいっか。まあ、あんまりね、やってもしょうがないんでね。まあ、とりあえずね、まあ、あそこね、まあそこはね、あのちょうどこうやって光が当たるようにしてます。で、あそこは、ね、日陰って感じで、青吉くんがいつでも隠れるようにして、で、一応ね、こんな感じで立体感も出してね、上下の動きも作れるようにしました。いや、いいんじゃない？結構。見た目なんか微妙だね。思ったよりやっぱさ、あれがダサいわ。人工物がね、混ざってるとちょっとダサいけど、まあ、とりあえずはね、こんな感じで行こうと思うので、青吉くんね、今、あそこに見えると思うんだけど、
あそこにね避難してもらってるんでね、ちょっと今から移動させようと思います。はい、青吉くん乗せてみました。どう？青吉くんそこ好きだね。いいんじゃないだろう。隠れる場所はね圧倒的に多いし、これでね青吉くんも、まあ、放し飼いだけど安心して過ごせるんじゃないかな。こんな感じで放し飼いコースだいぶ増えましたね。一応ねこの上吉くんコースとちびきちゃんコースとそれと比べても、ね、圧倒的に高さが高いね、高めに設置しましたね今回は。まあ、あんまりねその接触しちゃうと行ったり来たりしちゃうんでねこの子たちで、そうするとまあね喧嘩とか起こっちゃうかもしれないんで、一応こうやってねそれぞれ行けないように設置しました。いやでもいいわ、やっぱりさあの自然感がいいわ。もうね次作るときはこの紐使わないね。ちょっと新しくね買ったんだよね、一応買ってこれで作ろうと思ってたんだけど、まあ、せっかくだからね違うのにしようかなと思ってやったらねこれが大当たりですね。いやめっちゃいいじゃん。かっこいいこれ。ただ青吉くん全く見えないね。まあでもね、まあ、向こうからしたらね見えないぐらいが一番ちょうどいいんでね、これがいいと思います。まあ、慣れてきたらねこうやってちびきちゃんとか上吉くんみたいにね自分から顔出してくれたりするんで、まあ、それまではね全然大丈夫です。でこのね葉っぱつけることで水もね上から出水すれば自分で飲んでくれるしね、いい感じだね。はい、というわけで今日はね青吉くんの放し飼いコースを作ったっていう動画でした。まあ、青吉くんねこれで安心して過ごせると思うんで、まあ、しばらくはねこれで様子見ようと思います。まあ、青吉くんね前の動画でも言ったけどご飯もちゃんと食べるし結構ね人慣れもしてくれてるんで、結構ね可愛い動画もこれからたくさん撮れると思います。まあ、次青吉くん出てくるのはね、まあ、ご飯の動画か体重測定の動画かな。まあ、その時にねまた青吉くんとお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。